中国経済は2024年も低調。全米産業審議会が指摘する4つの要因、海外。中国経済はまだパンデミック以前の状態になるまでには回復しておらず、2024年もその傾向が続くだろう。中国における GDP 成長率は2023年の予測値である 5.2% から2024年には 4.1% に減速すると全米産業審議会は予測している。審議会のエコノミストは中国経済が来年も苦戦を強いられる理由を4つ挙げた。中国経済はパンデミック時の厳しい締め付けからまだ完全に立ち直っていない。全米産業審議会の中国経済ビジネスセンターによると、成長の低迷は2024年も続くという。2023年の第一四半期には需要が回復したかに見えたが、その後、恒大集団エバーグランデや碧桂園カントリーガーデンといった負債を抱えた不動産大手の低迷や人口動態の高齢化、若者の失業率の上昇が労働市場を弱体化させ、国内はデフレに傾いた。第二四半期も中国製品に対する内外の需要減少、雇用市場の悪化、低インフレに伴う企業収益の悪化によって成長が妨げられた。GDP 成長率は前期比ベースで 2.3% 増から 0.5% 増へと減少した。第三四半期の成長率は再び上昇に転じた。CB は2023年末まではこの上昇傾向が続くと予想しているが、それが持続することはなく、2024年には減速に転じる可能性が高いとしている。CB は2023年の GDP 成長率を 5.2% と予測したが、2024年には 4.1% に減速すると予測している。このように、中国の成長は2024年にはこれまでの傾向を下回り、それが何年も続く可能性があると CB は見ている。その主な理由は以下の4つだ。1. 潜在需要の減少。中国は第三四半期に大幅な消費増となった。これはペントアップ需要、抑え込まれていた消費者の需要が回復することによるものだが、今後数ヶ月のうちにこの需要は減退すると CB は予想している。CB のエコノミストはビジネスインサイダーに寄せたレポートの中で、消費者マインドは依然として弱く、現時点ではそれが好転するような進展は見られないと述べている。彼らの見解では、消費はまだ持ちこたえられるレベルには回復しておらず、中国国民は経済状況や労働市場、そして支出を抑制して不測の事態のための貯蓄を奨励する北京政府の政策に対して依然として不安を抱いている。2. 中国製品に対する需要は減速傾向。アメリカやヨーロッパの景気後退に端を発した世界経済の減速は中国にとって悪いニュースになるだろう。中国の製造業における輸出の需要は世界的な景気後退を背景に2024年に入っても抑制された状態が続くと CB は述べている。不動産不況に起因する総需要の問題から抜け出すために輸出に頼ることはできないだろう。3. 不動産不況はなくならない。中国の大手不動産デベロッパーは2023年に入ってデフォルト・債務不履行に陥ったり破産宣告を受けたりしている。当局は不動産部門を安定させようと試みているが、まだ望ましい効果を上げていない。CB のエコノミストはレポートにこう記している。景気後退は構造的なもので永続する可能性が高い。中国国民は富を蓄積する手段としての不動産への信頼を失っている。この部門がいつ安定するのかを予測するのは難しいが、安定したところでこれまでのように重要な成長ドライバーに戻ることはないだろう。
不動産セクターはまだ底を打っておらず、当局は需要を活性化させるのに苦労するだろうとエコノミストは見ている。4. 中国当局は大規模な景気刺激策を実施できず、全身的な対策にとどまる。中国経済は根深い構造的問題に直面しているため、いかなる大改革や大規模な景気刺激策でも破局への扉を開いてしまうと CB は見ている。政策によって経済に対する信用を高め、投資を刺激する余地はあるが、介入が大きくなるほど経済の非効率性や投機的投資を誘発する可能性が高くなる。CB のエコノミストはこう記している。これまでのところ、政府は広範な景気刺激策の実施を控えている。それでもここ数ヶ月、政府は的を絞った投資、特に洪水災害の復旧や防災のためのインフラ投資を刺激するために、金融・財政措置を強化している。その結果、2023年第3四半期に見られた力強い回復の兆しは消えるだろうが、2024年の成長率は安定するだろう。中国国内の空き家、14億人の人口でも全て埋めるの不可能。元高官。中国国家統計局の元高官は23日、現在国内にあるマンションの空室や空き家について、中国の人口14億人でさえ全てを埋めることは不可能かもしれないとの見方を示した。国家統計局の最新データによると、8月末時点で国内の売れ残り住戸の床面積は合計で6億4800万平方メートルだった。平均的な住宅の広さを90平方メートルと想定した場合、この床面積は720万戸に相当する。ただこれには資金繰りの問題で、すでに販売されたものの未完成となっている住宅や、2016年の住宅価格大幅上昇時に投機筋が購入した物件で空き家のままになっている物件は含まれておらず、専門家はこうした物件が未使用スペースの大部分を占めると考えている。統計局の元高官は中国南部の都市東莞で開かれたフォーラムで、現在どの程度の空き家があるのだろうか、専門家はそれぞれ非常に異なる数字を出しており、最も極端なものは現在の空き家の数が30億人分だと考えていると述べ、この推計値は多少多すぎるかもしれないが、14億人ではおそらく埋められないだろうと説明した。習政権勝利と幕引き。中国コロナ初公表から4年、武漢には新市場。中国湖北省の武漢市当局が、後に新型コロナウイルス感染症とされる原因不明のウイルス性肺炎を初公表してから31日で4年となる。習近平政権は1月にゼロコロナ政策を正式に終え、新型コロナに勝利したと位置づけて幕引きを図っている。震源地となった武漢の庶民はコロナ禍の影響を引きずっている。武漢中心部の観光駅近くに高い壁で囲まれた低層の古びた建物がある。新型コロナの感染者が初期に集中した河南海鮮卸売市場だ。約4年前に当局が封鎖し立ち入りを規制している。そこから車で約30分の場所に新しいビルのような建物が並び、入り口に新河南海鮮水産とある。今春開設され、新市場と呼ばれる。地元住民らによると、河南海鮮卸売市場にいた卸売業者などが移ってきた。鮮魚業者の女性は、以前は旧市場にいたが今春にここに来たと話した。肉類や野菜を扱う店舗もあり、野生動物の販売禁止との掲示もあった。市民には旧市場を記念館にすべきだとの声もあるが、取り壊される計画だと
中国メディアが2021年報じた。習政権はコロナ禍を過去のものにしている。今春の全国人民代表大会ではコロナ対策が決定的な勝利を収めたと主張。武漢も完全に正常化され、商業施設や工場の新設が進む。だが庶民にはコロナ禍の影響が残る。タクシー運転手の30代男性は、景気が悪く経営していた飲食店が潰れた。ゼロコロナを3年も続けるべきではなかったと不満を口にした。2月には武漢で医療保険改革に反対する抗議デモが起きた。ゼロコロナ政策で地方財政が悪化したことが背景にあると指摘される。再感染や後遺症といった問題は続いているとみられるが、中国メディアは大きく報じていない。武漢の50代男性は、コロナ禍は終わっておらず、元の状況には戻っていないと憤る。ウイルスの起源解明も残されている。動物から人間に感染して広がった動物由来説や、中国科学院武漢ウイルス研究所から流出した可能性も完全には否定されていないが、中国では米軍がウイルスを持ち込んだと広く信じられている。20年に中国外務省の蒋立堅報道官当時は、米軍が武漢に感染症を持ち込んだのかもしれないと主張した。前述の男性運転手は、市外の人はウイルスは米国から来たというが、勝手なことを言うのは良くないと冷静だ。武漢は20年1月から約2ヶ月半も感染拡大防止のため封鎖された。当時習政権は英雄都市と称えたが、各地では感染を恐れて武漢出身者への差別もあった。そうした痛みの記憶が拭いきれないことがうかがわれる。